さんこんにちは。いつもありがとうございます。つくるです。見てください。今日はいつもの場所と違う場所です。気づく人いますかね。ちょっと似てますけどね。今日は実はここのスタジオに別の全然違う理由で借りて、もう結構汗、びっしょり変えてしまったんですけど、時間が思ったよりも少しできたので、残りレンタルの時間ちょっとだけ使いまして、皆さんにワックの2-8振り付けを伝授したいと思います。ただ、ちょっと今回のやつは結構レベルが高めだと思いますので、初心者の方は、ふんふんふんとちょっと見ていただいて、ちょっと真似してみてもいいかもしれないです。で、中級者ぐらいの方はよかったらね、挑戦してみてください。これができた方は、ワック中級と言っても、全然問題ないと思います。はい、ということで、いつもはねちょっと家なので、他のシェアハウスの人もいるので静かにしたりとか、後から声を音声を当てて解説してるんですけど、今日は生声で皆さんにお届けしたいと思います。はい、ということで、始めていきましょう。よろしくお願いします。まずは実践編どうぞ。はい、それでは解説していきたいと思います。この振り付け、見てもらったように1からじゃなくて5-6-7から入ります。5-6-7、手を合わせます。 8&1 で、足を開きながら手を両方横に回して後ろです。これが8&1 2で前、手をグーにしてここまで顔を隠します。顔を出しちゃうとね、アイドルみたいになってしまうので必ず顔を隠しましょう。ピッ。で、この後右手から手をパー掴んで、左手パー掴んで、このまま、垂直になっている右手を頭を押さえながら左胸が出ます。ここまでもう一回やってみましょう。セブンからいきますよ。5-6-7 8&12-3-4、いけました。じゃあ続きますね。難しかった人は戻してください。4、次5です。5で左手は上に上げて戻します。右手はロール、下ろす、同時にやりながら足は揃えて戻す。この右左手と右手と右足同時にして、まず3-4-5-6です。5-6、はい、できましたか。で、次7-8で頭スウェットを払いながら左手はかきます。足を揃えて左足を出します。ちょっとずっと左足が忙しいんですけど、両足で、ね、ジャンプしながら右の方に飛びます。左足を出ます。これとこっちに最後払いますね。右手は合わせて、顔一緒に向けておきましょう。 OK で、その後顔を前向きます。これがちょっと早いんですけど、7-8&1 詰め込みましょう。で、次の1-8です。足揃えながら肘で体回して左手を回してきてドン。この時にできたらちょっと全体重を小さいヒップホップのダウンみたいな感じでドン入れれるとアクセント強く入ってかっこいいと思います。左手はグーじゃなくてパー、ちょっとこうしだれ桜じゃないや柳みたいな感じにしておいてください。でそのままこの左手のところロープだと思って、ここにね首をねくるくるくるって巻きつけるようなつもりで、ジャズでいうシェネ1回入れます。左の方向に、はい、でそのまま足揃えて、で手をクロスしました。ここからちょっとややこしいんですけど、キークしながら手を開きます、ね、このチキみたいにならないように顔前で、でこのまますぐ足つきながら右手を刺します。でここから手は
ズン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 、これだけなんですけど、足は左キックした後右キックできたら僕実践でしたかな、こっちかちょっとつくぐらいになってもいいです。で最後足もう一回入れ替えて終わり。なので左前右前左が前、これで終わります。ここから刺して右前左前ドン、はい、ここまでです。さあできましたか？もし分からないところがあった人は赤い丸をギュッと戻して戻してもう一回見てください。まあね、こんなん言われても分かるわって感じだと思いますので、ね、皆さん、もしよかったらね、何回も見ていっぱい練習してくださいね。はい、じゃあこれで解説を始めます。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。今回の振り付け、役に立ったなという方はよかったらね、役に立ちましたとか、なんかコメントをね、コメント欄に書いてください。役に立ちませんでしたとか、難しすぎたとか簡単すぎたとか、なんか作るの癖が出すぎですねとか、いつも見てますとか、たまにね、いつも見てますのコメントをくださる方がちょいちょい最近増えてきて本当に嬉しいです。次の動画でね、また会いましょう。そのためにはチャンネル登録よかったらしてください。では終わります。ありがとうございました。バイバイ。